皆さんこんにちは。2021年の1月の8日金曜日でございますが、なんと今月ね、イベント、そのコラボレーションが来るんじゃないかとお話ししていたところ、はい、詳細が出ました。なんとモンハンからやると。ただまあライダーズっていうのがちょっとよくわからないんですが、まず生配信がね、14日8時、あるということです。しかも合同生配信、これ辻元さんとかいるんですかね。なんかどうですかね、心配な生配信、コメントオンにしてたらちょっと心配ですけれどもね。でこちらで PV が出てますけど、まああんまし目新しいのは多分ちょっと見たんですけれども、なんか装備がうんぬんとかその辺はあんまなかった、わかんない、ちゃんと見れば何かしら情報入っているのかもしれないんですけど、一応ボスの感じは見ました。でこれが5日に行われる第5クエスト生配信というのをやるんだね。そこでも紹介があると。モンスターハンターライダーズコラボレーション、今、開催記念として3000ジェムを期間中にプレゼントってことは福引きが来そうな、やっぱり気がしますね。で、まあモンハンは僕はずっとそのバランスの件でね、引き合いにして話してきましたけれども、要はモンハンは、もう太刀でもハンマーでも笛でも何でも、そのいろんな役割で、ちゃんとみんな装備変えて、いろんな装備で集まれるから面白いみたいな、星ドラもいろんな武器で、できるといいよねみたいなことを言っていたんで、モンハンってまあいろいろ杖とか、さすが呪文職はないか、呪文職はないけど、まあでも槍もないのか、太刀が槍ってことはなんないのか、そうなるとやっぱ剣になるのかな。だからそこはちょっとね、ライダーズっていうのが僕はちょっとどんな武器があるのかわかんないんですけれども、まあそうですね、今回の不死鳥の抜き出し用とか来たらいいなとは思うんですが、なんかそれとは別な気もしますよね。だからなんかまた剣で、スキルが出るのか、それかまあ汎用スキルにしちゃうっていうパターンもありますけどね、 AOS にしてね、まあ、そうするとまた、不死鳥槍が輝くってことにはなるのかなと思いますが、取り急ぎは生配信をこれは待つということで、あと1週間約、待ってみると、まあ、次のイベントが来るということです。はい、まあそれからピックアップの提供割合とか、まあ、この辺出たんで、各個々で、まあ、見ていただいて、まあ、行くかどうするかっていう。で、14日がやっぱり濃厚。14日に、盾と槍でしたね。まあ、でもこれラインナップ悪くないですよ。盾も持ってない人は強いですし、なんかどっかに載ってたと思います。ピックアップ7日目、8、だから7日の14日。ですよね、はい、盾と槍、これがまあとりあえず、まあ、引く人はいるんじゃないかなと、まあ、あとはここで欲しいのを引けばいいと思うんですけど、まあ、僕探検貫突持ってますけど未だに使ってますよ、まあ、あのビーストからの会心の一撃で、ビーストでサブにあれ入れてるんですよ、倍率上がるやつ、斧のやつ、構え、なんだっけ忘れちゃった、あれバシバシって入れて会心の一撃入れると、まあ 1000×、5から7かなはなんかいくので、まあ、5000から7000ぐらいのダメージいってたんで、結構しばらく気に入って使ってますし、今はメタル狩りで使ってますけど、でも今後のスキル次第では可能性あるから、まあ全然注目化されてないんですけどね、一応あの探検も面白いけど、ここで無理無理引かなくてもいいんじゃないかな、まあアルバナムボディが強いから、まあ、そっち狙って引いたっていう人はいるかもしれないですね、3人分揃えたいとかね。ということで、今回は取り急ぎ、モンハンのお知らせでした。そしてですね、月パスガチャが引けるので、これ竜の女王を2回突っ込みたいと思います。さあ何が出るか、まあ狙うのを言うとあんま出ないんでね、ちょっと最後に欲しいのは言います。来い、おー斧、はい、かっこいいな、これ未だに多分ね、星ドラ史上一番かっこいいデザインですよ、僕の中では。はい、めちゃくちゃかっこいい。だからこれ杖って言ってもいいよね、まあ、あんまし斧っぽくないんですよね。ではもう一回いきたいと思います。まあ初めてのものだったから良かったですね、まあ、防具はねかぶってもいいんですけれども、2回引けるのに、だから3回引いたってことですね。盾が出て、斧が出て、さあラスト何が出るか、来い、
あ、無知。うん。まあバランスよく出ていただいたんで、とても、満足感はありますね。ただこれ荷積みとかね、まあそういうのができないから、あと無知あんまり使わないんでっていうのはあると思うんですけれども、僕欲しかったのはね、体上ですね。でも今回の、あ、そうか、見れないのかも。今回の不死鳥とかでね、体上もなんとなくもうあの倍率上げとか使われるものが限定されていっちゃっておりますので、うん、だからまあ今更っていうのが確かにあるから、斧は嬉しかったですよね。はい、ということで、まあ見た目とかで使おうかなとも思いますが、今回はモンハンのコラボレーション決定ということで、ちなみに僕はあのモンハンライズって来年出るじゃないですか、あれは、一応買います。しかも、まあ、ドームハウスの中でねマルチやろうかなと思っております。まあただコロナウイルスが本当にね今、緊急事態宣言も出てしまい、本当どうなるのかっていうタイミングなんですけれども、一応あのしっかりともマスク着用の、一応ねそのうちは横須賀なんですけど、やっぱりあの駅地下とはいえすごく自然に囲まれた場所にあるので、あまりその感染者がうんぬんっていう話は聞かないんですね。はい、なので地元の人で集まる分にはあんまりそのコロナがうんぬんっていう話はあのやっぱ都会とか密集している地域よりはないんですよね。まあいずれにせよ、まあ、しっかりとそういった、まあ、マスク着用、距離を離すとか、もう少人数にするっていうのは守ってやる予定なんですけれども、一応まだスイッチ買ってないんで、3月かの、モンハンライズに合わせて任天堂スイッチ、まあ多分ライトでいいかなと思うんですけどね。なんかスイッチ買ってもあんまりテレビにつけないっていう人もいて、まあ家族で遊ぶ人はテレビでやるんだけど、それ以外の人結局なんかあの持ち運んで遊んでるみたいで、もそうすると重いとかさ、でかいっていう話聞くから、まあライト買って、まあ、やっぱテレビにつなぎたいな、さなんかもう一台買えばいいかな、まあ1万円の差だからどうしても欲が出てテレビにつなぎたいって思うんでしょうけど、僕どっちかというとまあ気軽に持ち歩いて運ぶ、外でやったりとか家の中でまったりテレビじゃなくて寝っ転がってやるスタイルの方が多分好きなので、まあ、要は今あとソシャゲっていうか、こういった星空とか、まあ、スマホゲーに慣れているから、より、まあ、テレビでゲームをやるっていうよりも、まあ、さっとなんか持ってどこでもできるっていう方がいいのかなという気はするんでね、あのモンハンライズの方はやりたいと思いますけど、これライダーズですからね、まあ、あのこのゲームの詳細に関しては分かんないんですけど、まあ、あともう少し待ってれば一応コラボレーションが来るということで、新しい福引き、まあ、そして、まあ、少し目新しいバトルは楽しめるんじゃないかなと思います。では、今回この辺で終わりにしたいと思います。またお会いしましょう。さようなら。